撮影用の光源にはさまざまなものがあります。太陽光、 LED 照明、タングステン照明、蛍光灯などいろんな光の下で撮影は行われます。しかしそれらの光源の色はさまざまです。黄色っぽい光もあれば青っぽい光もあります。太陽の光にしても昼間と夕方では色は違いますよね。こういった撮影光源の違いに対して正しい発色で撮影できるようにする調整をホワイトバランス調整と言います。ホワイトバランスを語る前に色温度の概念を知っておく必要があります。こうした光源の色の違いは色温度という数値で表します。例えばこちらの照明は 5500K、 こちらは 3200K。 色温度については以前色温度というタイトルで動画をアップしていますので、そちらの方を今一度見てください。少しおさらいしておきましょう。なぜ色を温度で表すのかということですけども、これも以前説明したことなんですけど、今一度解説します。例えばこのような鉄の玉があります。この状態の色を黒とします。この鉄球にバーナーで熱を加えます。鉄球は温度が上がるとともに赤くなっていきます。1500度の時この色だとすると、これを1500ケルビンとします。3000度まで熱すると黄色になります。これを3000ケルビンとします。さらに熱すると鉄球は白くなります。この時の温度は5000度、5000ケルビンです。8000度になると青くなってきます。8000ケルビンです。分かりやすくするために鉄の玉に例えて説明しましたけども、実際は理論上の固体で、鉄の玉というのはあくまでイメージと考えてください。撮影スタジオでは照明機材は3200ケルビンの色温度に合わせてあります。3200ケルビンの色温度を通称タングステンと呼んでいます。最近はタングステンライトだけでなく LED や蛍光灯照明もありますけども、光の名称として3200ケルビンの色温度を出す照明の色はタングステン光と言っています。昼間の太陽光は5000ケルビンくらいから、曇りの日などは7000とか8000ケルビンになったりしますけども、5500ケルビン付近の色温度を通称デイライトと呼んでいます。さて、撮影の際は被写体に当たっている光の色温度にキャメラを調整しなければ正しい発色をしません。その調整を通称ホワイトバランス調整と呼んでいます。キャメラの色温度の設定より高い色温度の光源で撮影すると、このように青っぽい画面になります。逆に低い色温度の光源だとアンバー系の色になります。このような状態にならないようにするのがホワイトバランス調整です。やり方は簡単です。こういった白い紙に光源が当たるように持って、それを画面いっぱいに映します。あとはホワイトバランス調整のスイッチを押すだけです。一瞬のうちにホワイトバランスが取れます。ホワイトバランスの原理なんですけども、無彩色のものを画面いっぱいに映して、画像の信号から色成分を取り去るという作業を行っているわけです。ですから画面いっぱいに映すのは無彩色である白か薄いグレーです。こちらのチャートはすべて無彩色ですから、ホワイトバランスを取ることができます。ホワイトバランスを取るときの注意ですけども、露出オーバーとかアンダーにならないようにしてください。適正露出でないとホワイトバランスは取れません。よく白い壁でホワイトバランスを取る人がいますけども、人間の目で見て白だと思っても少し色が入っている場合もあります。確実にホワイトバランスを取るためには、こういった真っ白な紙を用意しておいた方がいいでしょう。少し色の入った紙でホワイトバランスを取ってみましょう。ピンクの紙ですけども、
これでホワイトバランスを取るとカメラはこのようにピンクを白にしようとします。結果このような色のおかしい画面になってしまいます。ホワイトバランスを取るときは必ず色成分の入っていない真っ白な紙を用意しましょう。さてほとんどのビデオキャメラにはホワイトバランスの設定スイッチにプリセットという項目があります。プリセットにするとホワイトバランスの設定は3200ケルビンとなります。ただプリセットの数値は変更することができるので、これはキャメラの設定がデフォルトの時という条件付きです。スタジオなんかで色温度が3200ケルビンと決まっている場合はここを選んでもいいでしょう。特にマルチカムで撮影するときは各キャメラの色が統一されます。ただスタジオの照明は3200ケルビンと言いましたけども、実際には各々の照明にばらつきがあります。シビアな作業をするときはその照明に合わせてホワイトバランスを取った方がいいかもしれません。キャメラの中には撮影中の色温度を常に追従するオートホワイトバランスの機能に切り替えることのできるものもあります。オートホワイトバランスというのはキャメラを向けたワンカットごとに独自に色を合わせていくだけで、シーンごとの統一ということにはなりません。そういう意味でドラマの撮影なんかではオートホワイトバランスで撮影するというのは非常に危険です。ビデオキャメラのホワイトバランスについて説明しましたけども、フィルムキャメラはどうやって色温度を合わせるんでしょうか。もちろんフィルムキャメラにはホワイトバランス調整の機構などはついていません。フィルムにタングステンタイプとデイライトタイプがあります。スタジオで撮影するときはタングステンタイプのフィルムを装填し、屋外で撮影するときはデイライトタイプのフィルムを使用するというわけです。もしタングステンタイプのフィルムで屋外撮影をする場合は色温度変換フィルターを使用します。色温度変換フィルターには様々な種類があるんですけども、一番よく使われるのがコダックラッテンの85番です。5500ケルビンの色温度を3200に変換します。このようにハサミで切ってフォルダーに挟んでキャメラに装填します。フィルターを装着すると光の透過率が変わってしまいます。85フィルターの場合は絞りを3分の2絞り開けなければいけません。そうした露出計算もやらないといけないのでフィルム撮影は大変ですね。ホワイトバランスについての話ですが、いかがでしたでしょうか。ホワイトバランスはあくまでも標準的な色調にキャメラをセットするのが目的です。当然作品ごとあるいはシーンごとにカラーグレーディングによって標準的な色調から自分のイメージした色に調整するということもよくあります。以前は撮影現場でフィルターを使ったりホワイトバランスをあえて崩したりしてそういった色調作りをやっている人もいましたけども、現在では撮影現場では標準的な色調で撮ってポストプロの作業としてカラーグレーディングを行うという方向が多いんじゃないかと思います。